バンコク支局の西橋支局長にこのケーブル問題についていろいろ聞いていきます。西橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そのケーブル問題ですが、西橋さん、今いる場所はどんな場所なんですか？はい、今私いるのはバンコクの中心地にあるマーケットのすぐ近くなんです。今こちらですね、5時過ぎたぐらいでして、ちょっとお店が5時で終わってしまうところもあったんで、まあ、人手が少し少なくなってきたなというような印象ですけれども、まあ、このマーケットのすぐ近くもですね、このご覧のようにですね、かなりのケーブルがあるんです。見えますでしょうか。もうかなりですね、こういったような道路を横断するような形で、ケーブルが、まあ、無数のケーブルがあるというような感じでして、まあ、これがですね、もう至る所で、見られる、まあまあ、言ってみれば当たり前の光景というような形になってます。結構西谷さん、あれですね、高さもそんな高い場所っていう感じでもないんですね。はい、そうですね、まあ、実際にそのお店のですね、まあ、軒先すぐ上、もうほぼ触れてしまっているような部分もあるぐらいですね、近いというような、高さ的にもそんなに本当に高くないということなんですけれども、はい、この少し奥行けますか。そうですね、ぶら下がって、ちょっと垂れ下がってしまっている、重みでですね、垂れ下がってしまっているようなところもあるんです。なので、まあ、かなり近くという、まあ、体感で言っても、あ、近いなというふうに感じるようなほど近くにあります。うん、これ今その、ね、マーケットっていうふうに西谷さんおっしゃいましたけど、これタイではどこでも同じようなこういう状況なんですか？はい、そのバンコクの中心部だけで見られる状況ってそういう感じなんですか？これがですね、もうバンコクに限らずですね、まあ、その郊外でもこのような状況です。であと、まあ、その人が多く集まるですね、観光地、まあ、パタヤとかチェンマイとか、あとは、ですね、プーケットとかですね、まあ、そういったその人気の観光地ももちろんですし、あとタイの方が住んでらっしゃる住宅街、まあ、こうしたところも、同じような状況です。まあ、ただもちろんその人がいないところっていうのはあまりこういった状況は見られなくてですね、もっとすっきりしていますね。いや、これ西橋さん、ちょっと私もタイ行ったことがなかったんで初めて見る光景なんですけど、そもそもなんでこんなにケーブルがいっぱいあるんですか？これ何のケーブルなんですか？これ、これですね、実はごちゃごちゃしているこのケーブルはですね、電話、インターネット、あとはケーブルテレビ、あとはですね、警察の監視カメラですね、まあ、こういったケーブルの、集合体なんですよ。なので、まあ、複数の会社などが通しているというようなケーブルで、まあ、その何でしょう、まあ、今ですね、見れますかね、そのライトのようなですね、飾りも飾ってあるんですけども、まあ、これはですね、おそらくその地元の方がつけたんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、この複数の会社のそういった電話インターネットのケーブルの他にも、この地元の方がつけているような何かしらかのですね、まあ、飾りなのか分かりませんけれども、こういったものもついていて、もうかなり混沌としたような状況になってます。はあ、今そのライトもそれ電線にこうか、まあ、分かりませんよ、どういう状況か分かりませんけど、電線にぶら下がるようにつけられてるわけですよね。これその、まあ、ライトが危ないのはもちろんですけど、今車の状況とかを見てても、やっぱりこう事故や火災とかね、そういうものが VTR でもありました、やっぱ起きますよね、この状況って。そうですね、はい、いや、まさに、まあ、火災は実際にその VTR にあった通りで、あれはバンコクの映像なんですけれども、まあ、去年ケーブル燃え広がって、その燃えたケーブルが、まあ、地面に落ちてしまってですね、車が通れなくて大渋滞を起こしたというような、状況でした。であとは、先ほど一度ご覧いただきましたけれども、こう垂れ下がっているようなケーブルがありまして、まあ、あれがもっとですね、こうもっともっと下にですね、歩いていてもぶつかるぐらいの高さまで垂れ下がっているような場所もあるんです。でそれに夜間にですね、バイクに乗った方が気づかずに首を引っ掛けてしまって転倒したりですね、首を切ったりして死亡したり怪我をするというような事故も多くあるんですよ。いやー、ですからこれちょっと見てるだけでも、まあ、本当にね、そういう状況起こり得るだろうなと思いますし、こう西谷さん、やっぱりこう火災だけじゃなくて、こういわゆる感電するといいますかね、そういう事故も起きそうですよね。そうですね、まあ、
これ実はですね、高圧電線が通っているのはこのぐちゃぐちゃっとなっているところではなくて、一番上のですね高い部分なんです。今あの映像で、はいはい、あの撮ってますけれども、はい、この高い部分、これが高圧電線なんですね。まあ、なので、まあ普段触れられるような高さにはないんですけれども、まあ、でもやはり感電事故というのは多く起きているようでして、例えばあの去年8月にはですね、荷物を載せたトラックが電線を切断して、まあ、運転手が車からこう降りたときに電線に触れて感電したと、まあ、それで怪我をしたというような事故とか、まあ、今年7月にもバイクに乗っていた女性が、まあ、垂れ下がった電線に触れて感電するなどしているということなんです。であとですね、まあ、人だけじゃなくて、まあ、このケーブル、垂れ下がったケーブルにぶつかって馬が感電死したというような、そういったケースもあったみたいです。はあ、いやですからやっぱりこう今この状況を見るとそれはそういうことも起こるだろう、起こってしまうだろうっていうふうに思うんですけど、これ西谷さん、そもそもなんでこんな状態になってるんですか。はい、まあ、まずあのタイはですね、観光立国というふうに言われているように、まあ、これまで海外からの観光客を誘致する形で経済成長を遂げてきたんです。で、新型コロナ前のですね2019年にはおよそ4000万人の海外旅行者が訪れていて、まあ、国の収入の2割近くが観光業によるものだったと、まあ、それぐらいその観光が盛んだったんです。で、そのためにですね、まあ、観光客とか、まあ、あとは海外からその観光して気に入って移住しようというような方に向けて、まあ、首都バンコクを中心に大型ショッピングセンターとかホテル、レストラン、さらにコンドミニアム、まあ、こうした建物をどん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 建設していったんです。で、まあ、それに伴って電話やインターネットなどのインフラ設備を充実させてきたんですが、まあ、それをですね上乗せでケーブルをしてきてしまった結果が今この現状だということなんです。もう新しくできたらその新しくできた分のケーブルをどんどん足して足してっていう感じで積み重ねていったらそうなってしまったっていうことなんですね。そうですね、はい、これでも西谷さん、そう考えると今見てるとね、こうそのケーブルの数が多いっていうことはそれだけこう例えば電気会社、電話会社とかこうインターネットの、ね、設備とかもそうかもしれない、会社の数が多いんですか。会社はですね、まあ、メインの会社でいうと電話会社は、5社、インターネットの会社については6社ということで、まあ、それほど多いわけではないんです。で、この会社の数が多いのかなと、だからケーブルの数が多いのかなというふうに思いきや、実は専門家の方に聞いてみると、うん、この多くのケーブルのうち8割がですね、もう古くて使われてないということなんですよ。そうなんですか。これ裏、そうなんです、8割がもう使われてないという話で、まあ、これ裏を返せばですね、現役で使われてるのは2割ということになりますよね。なのでもうこれ8割を撤去さえすれば、まあ、本当はすっきりするはずなんですけれども、うんうん、まあ、なかなかその、ね、上乗せで進んできた上に、まあ、これほど放置されてしまったということで、まあ、地元の人たちに聞いてみると、もしその今からですね、仮に業者の方がこの8割のケーブルを撤去しようとしたとしても、業者の方でさえも実際これどっちが使われててどっちが使われてないのかというのが判別つかないんじゃないかなというふうに皮肉まじりに話すような方もいました。はあ、いやこれ今視聴者の方からもたくさんコメントもいただいてまして、もう単純にやっぱりすげえなこれっていうふうなコメントもあるんですが、タイにはケーブルを設置する許可制度はないのっていうふうな質問が来てまして、西谷さん、やっぱこう日本で電線を設置しようと思うと、これ許可ももちろん必要でしょうし、設置したからには管理する義務が発生したりということがあると思うんですけど、これタイはその設置の許可もそうですし、こう管理していく義務というか、管理してないと実際こう、ね、お役所から怒られたりとかそういうことはないんですか。そうですね、実際申請するというようなことはもちろんその電話会社も大手の会社ですし、インターネットの会社も大手の会社ですので、まあ、そのケーブルを設置する上での何かしらかの手続きというのは必要にはなるんですが、まあ、これちょっと話聞いたところによるとですね、そのもはやその所有者にこう連絡を取ろうとしても、まあ、連絡取れないというような状況もあるというような情報もあって、まあ、実際そのどこまできちんと管理できているのかっていうのは、まあ、正直わからないですね、はい、確かにそうですよね、8割使われてないっていうことはもうその8割分いくつかの部分に関してはもうそもそも設置した会社がなくなってしまってるかもしれないっていう状況もあるかもしれないですもんね、そうですね、はい、
そうなんですね。で、あの大西さん、あのこちらですね、今取材でちょっと見つけたんですけれども、うん、ご覧いただけますかね。あのこのもうかなりの無数 の、 あの電線、電線じゃなくてケーブルですね、ケーブルがですね、このようにこう切れた状態で下まで垂れ下がってきてるんですよ。でこれはあの、まあ、もちろん私触れませんけれども、はい、あの子供でもですね容易に触れるぐらいの高さにありますんで、まあ、実際電気が通ってるのは高圧電線だといえども、これやっぱりあの目に入ったりする恐れもありますし、うんうんうん、かなり危険な状況であることは変わりありませんよね、はい、いやこれ西橋さんちょっとごめんなさいね、僕本当にシンプルな質問になって恐縮なんですけど、なんでそんなに垂れ下がってきてるんですか。そんなことあります？これそうですね、ここに関して言うと、まあ、これ推測になってしまいますけれども、まあ、もうこれ多分、まあ、あの切れてるんで使われてないんですね、まあ、使われてなくて、でそれでその、まあ、不要になった時にこう切ったんでしょう。でそれでそれを下に下ろしてきたということなんだろうと思うんですけども、これあまりですね本当にその現状をきちんと把握できている当局も、いなければですね、その関係者の方に聞いてもちょっと正直分かんないという回答が多くて、実際こうなぜこうなっているのかっていうところまで、はっきり分からないっていうのが現状ですね。これでも西谷さん、実際その、まあ、もちろん設置事業者もそうですけども、その政府としてのこう対策のようなものは講じられていないんですか？あの政府もですね実は対策をしようとしています。あの37年前、1984年にですねこういったケーブルとあとは高圧電線、こうしたものを地中化するというような計画を立ててます、うん、で、これまで多額の予算を計上しててですね、今は区間ごとに期間を設定する、まあ、場所ごとにいついつまでに終わらせますというような形で取り組んではいます。で実際にあのバンコクの中心部にある大型ショッピングモールが立ち並ぶエリアではもう地中化が進んでいて、そのこういったケーブルがないという場所もあるにはあるんです。まあ、ただあの現在のプロジェクトでいうと、バンコクとかその周辺の地域で230キロ以上の地中化を進めるというふうにしているんですけれども、これがまだ2割程度しか終わっていないということで、まあ、遅々として進んでないというのが現状になります。ですからやっぱこう視聴者の方のコメントでも、ケーブルを地下に埋めないのはコストが高いからっていうふうなコメントもありましたけども、やっぱりその辺の、ね、コストとのバランスの問題という部分も、まああるのかもしれないですけども、うん、そうですね、やっぱりこう西谷さん、そのコストの部分もそうでしょうし、こう一つ一つその、ね、はい、事業者がこう分からないっていうところとかも含めて解決しようと思っても、やっぱりなかなかこう時間がかかるんですかね、その辺はね。そうですね、まあ、この時間がかかる、進まないという理由、もう一つはですね、はい、まあ我々今いるようなこういった道路、これかなり狭いんですよ、うんうんうん、でバンコクって実はその、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、世界中でですね知られたそのかなり渋滞が激しい都市、まあ、ワーストから数えた方が早いというぐらい渋滞がかなり激しいんですよ。で私あの実際にその車で10分ぐらい、普段は10分ぐらいしかかからないところを通勤通学の時間帯に走ってみたらもう50分かかったっていうこともあって、まあ、これ結構みんなに聞いてみると、まあ、そんなんザラだよというような、それぐらい渋滞がひどいんです。でそうするとそんな状況の中でこういう狭い道路を塞いで地下化の工事をするということになっちゃうと、かなり混乱が起きますし、まあ、皆さん の、 その生活にあの多大な影響が出てしまうということなんです。で、まあ、そういう状況があるのでなかなか進まないんですけれども、でこれ専門家が面白いことを言ってまして、バンコク全土で電線などの地中化を完了させるためには、まあ、今のままのスピードでずっと続けているんだとしたら200年かかるっていうふうに言ってるんです。200年、いやそう考えるとこれはまあ、はい、なかなかまあ終わらないし、どっからどう手をつけようかっていう部分があるのも確かに間違いないのかなという気がしますが、あのただ西谷さん、今回その、まあね、ハリウッドスターラッセル・クロウさんのこうツイートを受けて世界中から注目が集まったっていうところもありました。これ実際ここからこうどうなんでしょう、その工事が加速していくっていうのことはあるんですかね。はい、それがですね、あの実は、これラッセル・クロウさんの前にですね、同様にこのケーブルの問題について取り上げたあの外国人の方がいらっしゃったんですね、うん、まあ、その人物というのがマイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツさんなんですが、
ビル・ゲイツさんが2016年に自身のフェイスブックにこの、まあ、かなり絡み合った、ケーブルの写真とともに電線絡み合ってるというような内容の、投稿をしたんです。まあ、で、まあ、先ほども説明しましたけども、その複雑にこう重なり合ってるのはケーブルで、まあ、電線は上に通ってるんで、まあ、実際これ電線じゃないよというようなタイの国内で、指摘は相次いだんですが、まあ、逆にその、まあ、どうなってんだというようなタイ の方の声もありまして、この時に、投稿後にですね、地中化の工事の動きを一度加速させたという事実はあったんです。で、まあ、今回も同じようにラッセル・クロウさんが投稿した直後にですね、電力公社が通信会社改善を指示したというふうに声明を出していたので、まあ、これもしかしたら何かしらか動きがあるのかもしれないです。ただ少し経ってますけれども、今のところそういった動きはそのラッセル・クロウさんの、投稿した現場では見受けられませんでしたし、政府自体もその何か新しい組織を作ってこうした対策をする、具体的にこういうふうに動いていくというような発表をしていないので、まあ、タイの方からするとタイの方に聞いてみると、まあ、あまり期待はやっぱりしていないようですね。これじゃあ西谷さん、あのラッセル・クロウさんが写真に撮ってたあの場所も現状はほとんど何も変化なくという感じ。そうですね、はい、変化ありませんね。これはもう本当にこのままで、でラッセル・クロウさんが撮ったこの場所よりもこれちょっと、なんですよ、少し広い通りに出ると、まあ、今いるような同じような、ケーブルの状況になってまして、まあ、かなり広いんで、おそらくラッセル・クロウさんも相当衝撃を受けたんじゃないかなというふうに想像つきます。はい、いやこれ西谷さん、これでね、その事故とかがなくてある程度安全ですよということであれば、まあもちろんいいんですけども、やっぱり危険な状況もあるっていうことですから、なんとかしてほしいっていうね、街の方の声もありましたけどもね。そうですね、まあ、街の方ですね、この光景、まあ、長らく生活に染み込んでますし、まあ、実際私もですね、タイに来て、でそれでこういった状況だというのを知って、まあ、町の人たち普通に生活されているのを見てですね、まあ、受け入れているんだなというふうにずっと思ってたんですけれども、まあ、今回この取材を始めて話聞いてみて、まあ、実際先ほど VTR にもありましたけども、まあ、変えてほしいと、危険だというような声を上げる方がやはり多かったんです。まあ、やっぱりだからその、まあ、普通に暮らしているもののやっぱり変えてほしいというふうに思っているのは絶対間違いないので、まあ、この今後ですね、その、まあ、実際人命に関わる事故とかも起きてますんで、まあ、今後その政府はまあ具体的にですね、まあ、対策をもっときちんとまあ明示して、もっとですねスピード感を持って具体的に何かを変えていくっていう動きを見せる必要があるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。いやなかなか本当に他の場所では見られないような光景が広がっているタイ・バンコクの様子をここまで伝えてもらいました。西谷支局長でした。西谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。